おはようございます。おはようございます。今日も始まりました。アニマルコミュニケーターの野口ひろ子のツイキャス生配信です。今日は先日ちょっと浄化のエネルギーを送らせていただいたんですけど、なんか結構効果が現れた方というか、眠たくなっちゃった方とかね、ちょっとこう温かさとか冷たさを感じた方とか、いろいろエネルギーを受け取っていただいた方がいたらしくて、はい、ありがとうございます。あら、りえママさんおはようございます。あら、水木あやさん、はい、おはようございますさっきね、水木あやさんの生配信を、はい、じっくり1時間見させていただいて始まりました。で、今日はテーマどこにしようかなと思って考えてたら来たのがやっぱ韓国ドラマだったんですよ。いやー、それがね、今ね、ほらいつもほらいろんなの見てるでしょ、時間があればね。はい、あ、おはようございます。名前がちょっと読めないけど、たらいの呼吸2の方、脇腹お肉すぐり、はい、ありがとうございます。ね、ごめん、話戻っちゃうんだけど、今ね、ホジュンっていうドラマ見てるんですよ。すんごい長くて100話以上あるドラマなんですよ。ありがとうございます。お茶いただきました。あかり谷さん、あかりたんさん、ありがとうございます。側室のキーセンっていう今でいう芸妓さんの、子供として生まれた、ちょっと偉いところの息子がそういう事情でなかなか居づらくなり、独立してやがてその医術に目覚めて医者を目指すっていうドラマなんですけど、見た？水木あやさん見た？すごいね。なんか私たちほらこういう占いとかスピリチュアル的なことやってるじゃないですか。なんかね、それに通じるね、セリフがちょっと昨日見てたら出てきて、なんかね、それ見たらめっちゃ感動しちゃって。韓流見たことない？韓流見るとね、結構ね、深いんだよね、中身が。なんていうのかな、やっぱりこうあっちの儒教とか、あと中国系のやっぱり文化があるので、私とかがやってる三名学だったりとか、あとは陰陽五行とか、そういうね、りえママさんもね、私の三名学受けていただいたことあるからわかると思うんだけど、ちょっと難しいっていうかね、ちょっとこう陰陽五行とかいろいろ言葉が難しい言葉は出てくるんですけど、そういう言葉がホジュンの中にもセリフとしていろいろ出てきてて、その中ですごく印象に残ったのが、宇宙と人間っていうのはすごく似通っていると。天とは何々、人とは何々みたいな感じで、天と人ですごく共通点がものすごく多いっていうことを昨日セリフの中で言ってて、私もまさにその勉強をいろいろしてた時にそういうお話聞いてて、人は宇宙から来てる、ね、生まれてきてるっていうお話とか、作りがすごく天と人との作りがすごく共通点がすごくあるんですって。っていうか、実際あるんですよね。なので、そういうセリフが出てきたので、すごいね、なるほどって思っちゃって、深いなって思っちゃって、でなんかやっぱりほらなんだろう、別に娯楽として楽しんで見てるんだけど、なんかねなんか韓流見たこと、韓国ドラマ見たことある人はわかると思うんだけど、なんか深いよね。なんか深いなぁと思って、だからすごく勉強にもなって、なんかね、あ、はい、ありがとうございます、なんかいただいたんだね。なんだろう、見えないけど、今度時間作って見てみます。なんかぜひ徳さんだね、お茶ありがとうございます。はい、時間作って見てみてください。別にね、時代劇とか難しいのをいきなり見なくてもいいと思うの。現代劇から見てもらってもいいんだけど、私なんかは結構時代劇から先に入っちゃったから、時代劇結構楽しいっていうか、ハマるんですよ。そう、韓流の医者の話は奥深いって水木彩さんも言ってるけどね、奥深いね、本当にすごく勉強になるっていうか、なんだろう、なんかなんか韓国語で書いてくれたから、なんかね、わかんない、後でちょっと訳してみてみますね。なんかね、すごいこう人として大事なことをすごくね、ドラマの中でね教えてくれるなっていう感じがするんですよ。おすすめはね、水木彩さんから聞いてみてください。いろいろ知ってますから、私より知ってるかもしれない。中国の方にもね手出してるんでね、なんかね、でも娯楽としてね、そうね、笑っちゃうよねみんなして爆笑してますけどもなんだろう、すごく俳優さんとかも綺麗で、なんかこうそういう点で見てた部分も最初はあったんですけど、中身がね、これまた案外深いのね。そう、深いのよ。いろんな現代劇のドラマでもそうですし、時代劇もなおさら深いんですよ。で、いろいろ時代でいろんなことが歴史の中であったっていうことを、いろんなこう描き方をしてたりとかするんだけど、なんだろうね、本当にね、なんだろう、日本の時代劇はあんまり私見ないんだけど今、なんかね、韓流の時代劇は見たくなっちゃうっていうね、何なんだろうね、あれね、ハマっちゃうんだよね。なんだろう、差別とかね、身分の差の差別だったりとか、あとはこういう医術の話とか、なんだろうね、みんなね、なんか結構サクセスストーリーとかね多いんですよね。なのでね、そういうので、なんだろう、すごいこうひもじい生活をしている先民とかいうね、言葉で言うんですけど、先民とかからこう、もしかしたら努力してね、下手したら王妃になったとかね、あとはこうやってこうお医者さんになったとかね、なんかそういうドラマが結構多いよね。チャングムとかも多分そうだっただろうし、あとはバイもそうなのかな。あとなんだろうな、なんか結構お医者さんのお話とかも多いし、あとそのね、サクセスストーリー的なものがすごく多くて、なんだろう、頑張ったらみんなこんなになれるんだねみたいなね、勇気をいただけるっていうか、なんかなんだろう、なんか私たちも頑張れば、なんかこう何か成し遂げられるんじゃないかなみたいなね、なんかそういう元気をもらえるっていうか、なんかそういうなんかドラマが多いんじゃないかなっていう感じがするんですよね。だからもしね、皆さんね、なんかこうおすすめのドラマとかあったら教えてもらいたいです。私最近なんか何見たらいいか分かんなくて、なんかそう、なんかすごいいろいろ現代劇も見てたし、なんか時代劇も探してて、でもどうしてもその保順っていうのが気になってしょうがなくて、でも長いからどうしようかなって、あんまり長いとほらもう仕事になんなくなっちゃうからね。だからなんかこう躊躇してたんだけど、でもどうしても保順を見ろっていうか、保順が見たいみたいな感じになって、保順を見始めたらもう案の定ハマってます。はい、1000人目指しますか1000人目指しちゃういや本当にね、あれ見てると私1000人になれるんじゃないかって、そう思うような、すんごいこう渋いね、渋い中身っていうか、なんだろうな、考えさせられるっていうかね、仕事にならないよね。仕事しながらある意味見てられればいいんだけど、字幕だからどうしてもちょっとこう画面に食いついちゃうんですよ。ね、あれ吹き替えで見れれば一番いいんだろうけど、吹き替えだとなんかこうイメージが合わない時があって、どうしてもね、そうだよね、そうそう字幕って言ってるけどね、そうなの、どうしても字幕追っちゃうから、何言ってるか分かんないから、そうするとそうなんかね、画面がねやっぱそっちに行っちゃうんだよね。野口さんと水木彩さんと おじさまは仙人レベルかと爆笑。仙人じゃないのよ。仙人だったらそんな韓国ドラマにね見とれてる場合じゃないんだから。仙人になりたいけど仙人じゃないんだな。これがどうしてもその俗とかね、欲求に負けちゃうよ。おじさまは神ね、日立にいるおじさまはね、もう神として崇めてるからね、水木彩さんはね。はい、私にとってはただのエロ親父でしかないけど。ね、ほんとうちわの話しちゃってますけどね、完全に。なんかね、なんかもうほんとね、もう水木彩さんとか、まあそのエロ親父とか皆さんもなんか身内ですからね。やばい、腹痛いって。いやほんとこれね、知る人ぞ知るの話でね、ほんと身内でみんな仲良くさせてもらってる、まあセラピスト仲間の方たちの今お話をさせてもらってるんですけど、もうみんながこう切磋琢磨してるっていうか、みんながみんなこう影響し合って、みんながみんなこういい影響を受け合って、なんだろう、レベルアップをねしてる仲間なんですよね。近所迷惑になるくらいの笑い声。そんなに受けてくれてんの、ありがとう。私なんて今一人の部屋で一人で笑ってから気持ち悪いよ。でもね、やっぱりね、この韓国ドラマはね、やっぱね、そう、それだけね、なんつうんだろうな、気持ちのテンションも上がるしね、盛り上がるよね。やっぱまあ知ってる人 だから盛り上がるのか分かんないけど、なんかね、おすすめですよね。何がおすすめかな。やっぱ今なんか頭にね出てくるのはね、ファンジニだったりとかね、やっぱ時代劇多いかな。チャングムの鉄板でしょ。あとなんだろうな。もちろん現代劇もね、すごくいいドラマいっぱいあります。隣で涙流して笑ってる人いるだって。涙まで流れてんの。すごいね。昨日浄化されたからか。一昨日だっけ。ね、なんかね、そうそうそう、ほんとね、笑えるドラマもあるんだよね。笑えるっていうか、時代劇でもそんなに別にね、ネガティブじゃないっていうか、別に陰気なドラマじゃなくて、ちゃんとお笑い担当の人がいたりとか、なんかね、中にお笑いあり、そして涙あり、そしてなんかこう勉強にもなりみたいな感じの流れなんだよね。でやっぱファンジニも見たでしょ。でそうそうそう、なんかね、綺麗なのよね。ファンジニも綺麗だったよね、ドラマのね。なんかなんつうのかな、色といいね、着物っていうの、あれなんつうんだっけ、あれとかもね、すごく綺麗なのね。出てる女優さんとか男優さんまで綺麗だからね。そうそうそう、やっぱり浄化されたからね、笑いもね、もう笑えるよね、心からね。ほんとね、これ大事ですよ。浄化されるとね、本来の自分に戻れるんだから。だからもう笑いたい時は純粋に笑えるし、悲しかったら純粋に悲しんで、そしてすっきりすればいいだけで、これ不思議にね、浄化ってね、ほんと大切ですよ。普段はやっぱり気づかない人とかわからない人は、やっぱりどうしても溜まってしまう、蓄積されてしまうから、さっきの水木彩さんの生配信のじゃないけど、どうしてもやっぱり積もりに積もってしまうね、邪念っていうかね、念ってあるんですよね。なのでやっぱりそれはある程度定期的に払って、無の状態になるっていうかね、まあなんて言うんだろうな、綺麗な状態になるっていうのはすごく大事なんじゃないかなって、私もこういうことをね、知識としてインプットして初めて知ったことなので、私も全然知らなかったです。体調が悪くなったりとか、なんか原因不明でなんかね、いろんなこう現象が起きたりしても、なんかなんでなんだろうなぐらいでなんか済ませてたんだけど、なんかね、そんなこうなんでなんだろうなっていうのがなんとなくこう分かってくるようになったら、それを浄化する。そうすると体も楽になるし、そういう変な現象とかも起こらなくなるし、ね、で自分がこう楽になるし、ね、なのでもしね、じゃあ浄化してみたいわ私っていう方は、前回の動画ね、 YouTube でアーカイブ残してますので、前回の動画はもう浄化に特化した、もうずっと30分浄化してるっていうね、ティンシャを鳴らして浄化してるっていう動画なので、是非見てくださいね。はい、とりあえずまた話は戻しますけど、韓流なんかね、まだまだ残ってない。ありがとうございます。浄化されました、よかったです。いつでもね、なんか浄化されたいなと思ったらね、アーカイブで残ってるんで、まだ見てくださいね。まだ見てない方は、浄化されたい時とか、浄化したいなと思った時に見てみてください。はい、もしかするとおトイレが近くなってしまうかもしれませんが、お腹がまた緩くなってしまうかもしれませんがね、もう水木あやさんも私も浄化とかデトックスってなると必ずトイレに駆け込むパターンね、出ますね。ほんと出る。もうね、水木あやさんの話聞いても全く私一緒だなと思って、もうトイレから出られなくなるね。んだよね。ほんとね、こんなによくどっから出てくんのっていうぐらいね、出てくるね。だから本当になんかデトックスとか浄化ってまさにその通りなんじゃないかなと思うぐらい、なんかもうどんどん出てくるよね。ほんとね、もうなんか体の中の油まで出ちゃうんじゃないかなと思うぐらいね、出てくるよね。でもそれがね、浄化なんでしょうね。だって普段は出てこないんだから、そんなにね。ほんとね、今朝大浄化されたかも。本当？じゃあもしかしたらほら、もうね、いろんなもうネガティブなものとかね、なんか変な生き量ももしかしたら出ちゃったかもしれないですよ。だからもう今日すっきりコンコンですね。ほんとね、すっきりコンコンで今日はもうリフレッシュして一日、素敵な一日をお過ごしください。ね、いいね。ほんとね、大切なんですよ。ほんとね、浄化はね。そう。なんかね、あと何かこう、そうだな、おすすめの動画とかね、すっきりポンポン。めちゃくちゃ出ました。めちゃくちゃやっぱ出たんだ。そうなんだ、すごいね。やっぱりね、浄化大事ですよ。ぜひぜひね、浄化大事ですよ。ほんとに。浄化するとね、ほんとね、すっきりするけどね、ほんとね、お腹が痛くなるから気をつけてくださいね。でもそこでね、薬飲まない。そこで薬を飲んじゃうと、無理っくり浄化を止めてしまうという形になっちゃうんですよ。薬っていうのはやっぱり良し悪しで、浄化しようと思うものを止めてしまうっていうふうなこう形に効果になってしまうので、ぜひね、そこは我慢してね、もう出すだけ出してほしいの。もう出るだけでもう出てほしいのね。そうすると出た後すっきりします。それが浄化だと思うので、ぜひぜひね、薬には頼らずに出しちゃってください、全部ね。そうするともう出た後はすっきりポンポンっていう感じに、ね、なるはずですからね。そうなんですよね。何かね、皆さんおすすめの韓国ドラマとかあったら教えてくださいね。私も見終わったら今のこのホジュンが見終わったらね、多分また何見ようかなーなんてなると思うんで、なんかね、あのね、王になった男っていうのが面白いらしいの。うん。でね、ドラマはね、Amazon プライムで見れないから、なんか入ってないから、まだ。だから、なんか映画が、イ・ビョンホンが、映画でやってるんだよね。そう。だから、映画で見たんだけど、これもまたいい映画だったよ。もし見てない人いたらね、見てみてください。うん。まあでもね、内容言っちゃうとネタバレになっちゃうもんね。これ見てない人にはちょっとネタバレになっちゃうから内容言えないけど、これまたね、すっごく深いお話で、でドラマではこの2時間ぐらいのこの映画をすごくこう長いストーリーとしてきちんとドラマで描いてるらしいんだけど、なんかね、深い、これまた深い。まあでもな、ネタバレするから中身言えないな。とにかくね、深い映画でね、これまたね、なんだろうな、人間を考えさせられるドラマっていうのかな。そんな感じがしましたよね。皆さん、なんかこうおすすめの韓国ドラマとかあったら教えてください。はい。現代劇でも時代劇でもいいんですけど、結構時代劇好きです、私。結構いろいろ見ました。あとね、おすすめね、100日のロー君様、100日のロー君様もいいよね。今ジョカを見てる。ジョカって何？ジョカっていうドラマあんの？これは中国系かなね。中国系の結構新しめのドラマですね。すごいすごい。またやっぱこれも千人系なんだ。なんでこれ中国って千人系多いんだね。つうか千人系ばっかりなのかな、これもしかしてね。そうか千人系もよかったね、中国のね。これまた綺麗なのね。でも中国系のドラマはちょっと作りが雑だなって思う時があって、見ててなんかちょっと笑っちゃうなって思う時があるんだけど、そうでもなんだろう、綺麗さにこうね見とれるよね、やっぱりね。中身はなんか中ね、あるあるだよね。中身はね、なんか深い。前回はなんか深いんだか深くないんだかよく分かんなかったけど、どうなんだろう、ジョカはどうなの？面白いのかな、これ100年の誓いね。そうかやっぱり中国も面白そうだけどね。次はまた中国に行ってみようかな。あとはそうだね、なんだろうね、なんかすっかりもうね、日本のものじゃなくても韓国のばっかり見てるんでね。どうだろうね、なんかあとなんだろうな、あと私がおすすめなのは、まあトッケビはもちろんね。トッケビはもう鉄板ですね。皆さん知ってると思いますけど、知らないか？トッケビね。そう、時代劇で言うとね、鉄板だよね。そう、鉄板で、なんかもう皆さん、もうお伝えした人は皆さんもうなんかもう絶対見てるって感じのドラマですよね。そう、あとは100日のロー君様もね、これはすごくこう、なんだろう、微笑ましいっていうかね、見ててこう楽しいドラマで、泣けるし笑えるしみたいなドラマでね、すごく心がねこう清らかになりそうなドラマでしたね。現代劇だとキム秘書は一体なぜ、これが最近の私の中ではなんか鉄板かな。もちろんネットフリックスで見てるリテインとか、あとリテインクラスとか、あとなんだっけあれね、有名なね、ああいうやつもすごくもちろん面白かったけど、そうだけどね、そうだね。あとなんだろうね。あ、ショッピングオールイとかもよかったね。ショッピングオールイとかもよかったしね。あとなんだろうね。ね、古いとこで言うとね、私の頭の中の消しゴムとかはね、もう古いっていうね、古いよね。古いも昔からね、やってるよね。あとなんだろう。なんだろうね。あ、天国の階段はね、もうね、私が一番最初にハマったドラマです。もう私がもう号泣しながら、韓国ドラマってなんでこんなに泣けるのって思うぐらい、もう毎回毎回泣いてたドラマ。うん。もうこれでハマりました、私は。あれじゃなかったのだから、なんだっけ、天国の階段じゃなくて、なんだっけ、チェジュのね、すごくこう有名になった一番最初に流行った、そうそうそう、冬ソナ、冬ソナ。冬ソナじゃなかったの、私はハマったのが。天国の階段だったんですよ。やべえと思って、コン・サンユとチェジュウのこのね、このツートップの、この2人のね、このしかも泣かせる鉄板のストーリーね。交通事故にあって記憶をなくしてっていうね。もうこのね、鉄板のね、いつものストーリーがね、私にはめちゃくちゃハマってしまって、いや、泣くはやばかった。ほんとね、リエママさんおすすめよ。ほんとね、泣ける。ほんとに。なんだろうね、泣きたい時に見ると、好きなだけ泣ける。ね、ほんとにね。ほんとに、天国の階段は多分もう、あんなに泣いたドラマないんじゃないかっていうくらい泣いたな。そうだね。この階段か懐かしいな。そうだよね。あと何あるかな。結構ね、いろいろバラエティドラマとか、あとなんだろう、ホームドラマみたいなのもね、いっぱいありますよね。うん。あとは何があったかな。なんかね、もう見たのすら忘れちゃうくらいね、そう、もう覚えてなくて、こういうアマゾンプライムとかネットフリックスとか見て、ああ、こういうの見たなーみたいなね、の思い出したりするよね。うん。輝くか狂うかって何？それは名前、題名？輝くか。お、ドラ、え？へえ、これあれだね。これ主役の方が、結構私はよくこの人のドラマは見てた。うん。これなんか中国っぽいよね。でもこのなんかこのなんていうの、雰囲気がね。だからなんか中国なのって思ったけど、これ出てる俳優さん韓国の俳優さんだもんね。うん。これも面白いんだ。2015年だからちょっと古めだけどね。これも見てみようかな。じゃあ後で。ね、そんなこと言ってたらね、なんか仕事になんのかって思うけどね。あ、もう29分だ。どうしよう。あ、ヒーラーも気になる。そうそう。これ延長すべき？どうする？皆さんはどうします？聞いてます？それとも終わる？ちょっと聞いてから。終わるんだったら終わろうかな。どうする？皆さんは11時に待ち合わせ。あ、じゃあダメじゃん。じゃあ今日はここまでとしましょうか。またね、いろいろとお話、雑談しましょうね。ありがとう。なんか今日はお付き合いいただきまして、りえママさんも、みずきあやさんもありがとうございました。またね。今日はありがとうございました。今日は一いい一日をお過ごしください。ありがとうございました。またね。切れますよ。